女子のゆかの方に移りたいと思います。日本のオリンピック代表です。地元の橋口美穂、日体大の1年生になりました。その円熟の演技をご覧いただきたいと思います。曲はフレッド・アステアのナンバーより結婚競争曲です。まず最初のムーンサルト、今のひねりなんかどうですか？そうですね、昨日非常にラインオーバーというもう 0.2 という思いがけない減点もらいましたので、はい、今のはなかなか良かったですね。何かちょっと演技に余裕を感じるようになりましたね、彼女も見てますと。そうですね、かなり演技自体あるいは 何かを訴えようという表現力とかそういうところまでの余裕が出てきましたね。何かこう手拍子を快感に感じているようなそんな表情にも見て取れます。橋口美穂です。オリンピックの時と演技内容は変わっておりません。この後3回ひねりありますかね。おそらく種目別選手権ですのでやってくると思います、はい、どうでしょうか。あっと、そうですね、ちょっとひねりませんでしたが、はい、昨日の方がちょっと良かったかな。やっぱりちょっとひねり不足が見られましたね、はい、今年はインカレで優勝、全日本では3位だったんですが、もう日本のエースの一人として十分にその名を知らしめています、この橋口美穂。さあ最後のシリーズです。連中1回ひねり、大きな拍手が送られます。名古屋市総合体育館レインボーホールですが、笹原さん、今の演技いかがですか？はい、そうですね、大きな失敗なく、まあ、無難にこなしたかなっていう感じですね。ただやはり、まあ、競技2日目、あとは年内最後の試合ということで少し疲れがあるのかなという感じが見受けられるような演技でしたね。あと3回ひねりのところだったんですが、でもやはりその無難にこなすってことはなかなかこうできそうでできないことですよね。そうですね、あらゆるどういう時でも自分の演技構成が、まあ、でき安心してできるという点では、まあ、彼女が一番安定感はあると思いますけど、来年以降、まあ、新ルールになってより高度な技を、まあ、要求されてくるという時点では、このままではやっぱりちょっと構成にも問題がありますので、もうちょっと、はい、進んだ練習をしていかなきゃいけないなというところでしょうか。わかりました。